ことないだろう。周りの反応は時に白鳥、それでもまず一歩踏み出すとしよう。来ました、打たなきゃないわ、ライト、ライト、伸びて、どこかで変わらないと決めてないかねえ、君をやる気が出ないと嘆く。でも鼻からやる気を出す気がねえだけじゃねえか、yeah、環境や誰かのせいにしてみたり、この辺りはライト方向を選んだり、誰も一人じゃない、共に強く進んでいきたい。俺が変われば、俺が道となる時が来れば、次の道が開くれたら今始まりの一歩を俺と踏み出さい。よっ、次当たりはどうか、それが道となり不安があれば、俺がいるぜ隣だから今どうか、始まりの一歩を、反対方向、青木は見送りました。続いて行きましょう、さよう。そんなやつばかりだよな、ああ俺の自由だったはずの言葉や思いがいつも何かに支配されているよ。ほらソーシャルネットにあふれるいいね、ここからがっているのかなというところ。ここは吉川直樹うまく取った、そしてこれはビッグプレー。ただのネット上で見つけた情報や報道は君の手を取って導いてくれはしないぜ。おかしいものは正してもいいんだ、欲しいものいただきたいから誰もやったことない。オリジナルスタイルで俺がやれば、俺が道となる時が来れば、次の道が開くだから今始まりの一歩を俺と踏み出さよ。君がやればそれが道となる不安が、ライトの前に落ちた。直面するような、いつも人間関係悩むような、嫌われないよう人に合わせて、意見さえもせずにまた抱えて、他人と自分をいつも比べりゃ劣等感に包まれるだけさ。人生は競争じゃない、誰かの期待を満たすために生きてんのか。熱い目的を持てば嫌われることなんて何も怖くはないよ。変わる勇気も必要。ほら周りを見てみなよ、誰も敵ではないよ、投資がいてるよ、みんな見てるよ、メンバー見てるよ。俺がやれば、俺が道となる時が来れば、次の道が開くだから今始まりの一歩を俺と踏み出さよ。そう、君がやればそれが道となり、不安があれば俺がいるぜ隣だから今始まりの一歩を君も歩み出せ。本当は変わりたいんだろう、何も遠慮することないだろう。周りの反応は時に白状、それでもまず一歩踏み出すとしよう。